こんにちは、速稼塾の久保です。私が最近ね、暗号通貨のニュースをまた再リリースし始めたのは訳がありまして、以前ね、暗号通貨の話題をずっと出してた時っていうのはやっぱバブルだったんですよね。私の呼びかけは本当にシンプルに2つです。1つ、 ICO をやめとけと。バブルはたくさんの人がお金を失う時期のことだから今仕掛けてはならないってことですよね。で、もう一つ私がお伝えしてきたのは ADA ですよね。このエーダっていうコインは他のアルトコインみたいなのと違って一過性のものではなくて、このね、バブルが終わった後にしっかりと根を張って成長する唯一の暗号通貨と言ってもいいよっていう話をしました。で、今振り返ってみるとですね、いろんな暗号通貨出てきて有名人が紹介したり、なんかね、会社が紹介したりいろいろあったんですけども、結局はね、誰かがいいよって言ったからではなくて、自分がそのコインに対して可能性を見出して、そしてリスクを承知できたかっていうことに尽きると思うんですよ。全然儲かんないじゃないかなみたいな叫んでるのはちょっとね、レベルが高いとは言えないかなというところでございますね。で、私がね、今いろいろあったけどもシンプルに考えて使えていけそうなレースに参加しているのはビットコイン、イーサリアム、XRP、そして ADA しかないですね。これ以外はあってもなくてもどうでもいいもので、ある特定の暗号通貨は誰かが儲けるための方便として、表示されているだけで、ほとんどその実態がわからないというものなんですよね。値上がりしたのも仕込み、値下がりしたのも仕込みで、その暗号通貨に需要と供給も発生してない以上値段が変わるってことはありえないんですよね。もし値段が変わるとしたら ETA の日銀の買い付け12兆円みたいに誰かが意図的に買って値段を上げて、そして上がったところで利確して利益確定して離脱してですね、後追いで買った人の犠牲の上に利益を成り立たせるというね、まあなんともシンプルで悪質なものではないかなと思うんですよ。さあ、それで、これから暗号通貨ニュースをどんどん取り上げていく中で、やっぱり ADA 1個持ってればもうそれで十分だということもありますし、あとね、基本的には FX のスキルがやっぱいるんですよ、暗号通貨。特に今みたいに価格が安定してくるとテクニカル以外にはないですから。で、ファンダメンタル一本の頼りにしていた ICO バブルの時期ね、2017、18年とか、これはやっぱりね、その熱狂に巻き込まれた時点で負けなんですよ。資産を残している人なんてもうほとんどいないですからね。で、私は離れて ADA だけを見てきたと。で、XRP の大量取得とかね、それからビットコインも少々買いました。イーサリアムもちょっと買いましたけども、やっぱりメインは ADA ですね。ADA があるから私の資産全体はここまでやってこれたとも言えますし、他のチャレンジも難なくできたっていうことがあると思います。だからね、唯一これだけにやっていくっていうのは非常にこれはね、度胸がいるのと資金がいるのとリスクエッジができてないといけないですから、いや、ほとんどの方はリスクエッジできてませんからね。損した時にやっと我に気づく。損した時に我にも気づかない。このどちらかですから。損した時はなんでそうなったのか、自分の目はどの辺がね、曇っていたのかってことをやっぱり積み上げていかないといけないですよね。じゃないとずっとかもられる一方なんでね。で、そういうふうにならないために今回も冷静な放送としてね、暗号通貨ニュース、新暗号通貨時代というもので、これからお知らせしておこうと思います。暗号通貨に興味のある方や暗号通貨を持たれている方、ぜひね、無名なコインは忘れて、今日私がお話した4つのコインに絞って研究してみませんかということでございます。それでは失礼します。